ゾロでいうと、ですね、まあ、ゾロの戦いの最中ですけど、因縁浅からぬある人がやってくるんですけども、その時のゾロを僕は初めて見た時にちょっと言葉を交わすわけじゃないんですけど、ゾロのことをあちょっと可愛いなって思ってしまうような瞬間があったりなんかして、その人と初めて会った時との関係性みたいなものがやっぱりちょっと変化しているっていうあたりが伺えて、まああのあーっていう人なんですけど、あやや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 やでおやがやでこれ流行らせほだはいおやあよろしいですか十分ですこれぐらいで、はい、ちょっと皆さん昔の話ですけど思い出していただきたいんですけど、アラバスタ編のラストテレビやったの覚えてらっしゃいますか。あのカルーがビビちゃん連れて、ルフィにお別れに行くところなんですけども、うんうん、あそこで、また仲間と呼んでくれますかってあのカルーがビビちゃんに言わせたところありますよね。あれカルーが言わせたの。そうでしたっけ。あれカルーが言わせてんだけど、ね、捏造はやめろ捏造は知らんかった。そんな話はない。深く読め。でその時にですね、おいおいおいみんなこうやってやりましたよね、はいはいはい、こうやって、左腕のね、うん、その時にさ、あれは監督西尾大輔っていうとんでもない監督なんです。西尾監督ね、あそこでウィーアー流しやがったでしょ。はいはい。この映画楽しんでください。これは気になりますね。いやらしい。いやこの映画楽しんでください。いやらしいな。実はですね、ゆうすけさん、指原さん、お二人が今日この場で麦わらの一味のある方に言ってもらいたいセリフがあるというふうに伺いまして、私、セリフが書かれたメモをお預かりしております。まずこれ指原さんの言ってもらいたいセリフ、はい、チョッパーに。はい、大谷さんに。こんなことね、職権乱用して、はい、いいですか、すみません皆さんもすみません。サッシー、今度の休み遊んでやってもいいぞ。かわいい、ありがとうございます。かわいい、どういたしまして。ていうか遊んでもらいたいんだな、チョッパーがな。俺遊びたいな。はい、ありがとうございます。幸せですね、染みます。じゃあデート行こうぜ。すごい嬉しい。ありがとうございます。いろいろくっつけてくれますね。ウソップからでユウスケさんが受けて、はい、で最後にナミと。ナミさん、はい、やっぱ寸劇になってるんですか。はい、いや寸劇ほどじゃないです。そこまで気にせずに言ってくれたら僕はちょっと言って言いますから、はいはい、ウソップ、ユウスケさん、ナミ、はい、おいユウスケ、お前本当に嘘つきだな。おめえみたいな嘘つき他にいねえぞ。ウソップに言われたくねえよ。続きもんだって今思ってるでしょ。とりあえずウソップに言われたくねえよで一旦終わりなんです、ここ。終わり、あ終わり、そうそう、ここでね、そうですね、そうそう、今山口さんもこう芝居してくれてましたけど、すみません。サンタマリア、適当なことばっかり言ってんじゃないわよ。でもそんなあんたも嫌いじゃないわ。っていうか今日の夜空いてる？最高最高。3時からボコボコにされるわ。これ完全に言ってもらいたいのナミの方だけでしょ。いやそうですね、ナミさんだけにやればよかったかもしれない。どうしても嘘っぽく かましたかったんです僕、ちょっとどうしても。ただあんな空気になると思わなかったけど、すいません皆さん。最悪の世代が全員出てくるんですよ、これは。あの CM でもやってるでしょ。で最悪の世代の海賊船が全部出てくるんですよ。これ今まで出てきてないでしょ、うん、海賊船って。だからその最悪の世代の海賊船って、あこんなんなんだっていうのがまず注目なんだけど、特にその中で注目なのがウルージの海賊船です。ウルージ大好きですね。お前これっていう海賊船乗ってます。それがモチーフっていう。とんでもないモチーフを使ってるんですよ、ウルージが。フローナイルっていう人が出てくるんですけれども、言ってる言ってる言ってる、出てくる。今分かった、フローナイル分かる。言いましたよね今。いやいや、でも結構言いましたね、はっきり。出てくるのは言って大丈夫ですか。クロコダイルという人が出てくるんですけれども、みんな知ってると思う、それは。その方がですね、ある方のことを違う名前でお呼びになるんですね。そこちょっとちょっとまあドキッとする
ところだったり、そのかつての敵が、まあ、教頭もそうなんですけど、かつてルフィと戦った人たちが、まあ、インペルダウンで、まあ、クロコダイルさんとは一緒に逃げたりするんですよ。それもまあショックだったりするんですけど、あ、この長い年月の20年の中で敵だと思ってた人がいつかまたルフィの味方になるかもしれないっていう、なんか長いこのなんかスタンスでこの20年を振り返るという意味では、もう今後もすごい楽しみですね。